お腹を引っ込めたい人は今回のプランクが追い込みやすいです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回肘出しプランク紹介します。プランク、たくさん種類があるんですけども、自分に合った追い込めるプランクを見つけてください。今回のプランクは、2分の1拍子で行っていきます。そうすることで、腹筋にしっかり効かせて、追い込むことができます。同じ体勢でずっと待っとくプランクっていうのはですね、やはり、だんだん腰が痛くなったり、疲れがだんだんと溜まってくる感覚が脳に伝わるので、結構長い時間できないんですよね。なので追い込みにくいんですけども、これは2分の1拍子でやっていきますから、しっかり追い込みやすいです。肘をつきますので、床の柔らかいところで行ってください。ポイントとしては腰を丸めることです。ではまずやり方を説明します。通常のプランクは、肩の下に肘を置いて、足は閉じる、または肩幅に広げて、腰を丸めて体を浮かせる。できるだけお腹を締めることで、早く体がプルプルして腹筋に効きます。で、今回はですね、肩の下に肘をつくんですけども、反対の肘を手の横に肘を置きます。そうすることで片側腹筋をしっかり効かすことができます。手が前に出て、足に体重が乗るほど腹筋に効きますから、肘が前の方が腹筋に効きます。ですが、両方出してしまうと結構短い時間しかできないので、ここから体を浮かせて2秒戻す。2秒。戻す。といった感じで鍛えていきます。要するに、片方肘を前に出して1秒キープ。両方肘を前に出して2秒。片方戻して1秒。また戻して2秒。1秒。2秒。っていう風に10回行っていきます。体が持ち上がらない方はですね、膝をついたままでも効きます。片方肘を前に出して、膝をついて、腰が反れないように。2秒戻す。2秒戻す。といった感じです。膝を浮かせてやるのは結構きついので、難しい方は膝をついて10回一緒にやっていきましょう。では行きます。スタート。1、2、1、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 1、1、1、2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 、1、1、
お疲れ様でした。2分の1拍子で行ったんですけども、数をね、今数えてたんで、タートルは何回やったかわからなかったです。感覚的に多分10回ぐらいかなってところでやめました。もしかしたら8回かもしれないし、11回かもしれない。ちょっとわからなかったです。ということで、今みたいに肘をずっと出してると辛いんで、辛かったらできないですよね。できなかったら意味がないんで、きつくなったところ2秒間で休む、また2秒間で休む。そうすることで長い時間行うことができます。長い時間腹筋に効くってことは、それだけ鍛えられている負荷がかかっている時間も結果的に長くなりますから、例えば両方肘を出して20秒するんだったらですね、2秒1秒の感じで30秒40秒やった方が結果的にね、25秒30秒キープしてたっていうことになってくるので、今みたいにね、きついとこ休むとこっていう風にやってもらえたら、腹筋しっかり追い込むことができます。今みたいにですね、肘出しプランク、もし腹筋に効きにくかったよっていう方は、腰が反れてる確率があります。ですので、腰をしっかり丸めることでプランクというのは腹筋によく効かすことができます。腰が反れてると脊柱起立筋に効きますので、反り腰の方はね、脊柱起立筋の方が強い傾向がありますので、脊柱起立筋を鍛えてしまうとですね、さらに反り腰になってしまう、お腹に力がどんどん入りにくい体型になってしまうってことがありますんで、腰が痛かったって方は腰をしっかり丸める練習をしてください。キャットバックとかタートル動画に出してますから、腰を反るんではなく丸めるだけっていう動きとかね、ああいうのやることで脊柱起立筋、反れる腰よりも
腰を丸めるっていう方が強くなりますから、そうすることで、まあ、猫背の改善、反り腰が改善すればですね、お尻が緩んだのがお尻が締まってくるとか、お腹に力が入りやすくなるので腹筋がよく効きやすくなるとか、そういったメリットがあります。ですのでしっかり腰を丸めて行うってことが大切です。歩く時も一緒です。歩く時もお尻をプリプリさせながら歩いてる人よく見るんですけども、そういった方はですね、骨盤がすごい動いてしまって歩いてるっていう風になりますので、歩けば歩くほど骨盤が緩む、下半身太りになりやすいっていう傾向があるので、しっかり腰を丸めるってことはお腹周りの深部に緊張させてるってことになりますので、歩く時もお尻を出してお尻を振って歩くんではなくって、腰をしっかり丸めておへその奥を緊張させて、お尻周りがですね左右に動いたり前後に動いたりしないように歩くっていうことをするだけで、足痩せにも効きますし、お腹痩せにも効きます。で、腰を丸めることでですね、腰を丸めると自然とお尻が締まってます。お尻が締まってるとドローインができてますから、お腹をへこます力がですね身につきます。ですので今回のねポイント、腰を丸める、これをねすごい意識してやってみてください。足を動かすエクササイズとか、寝た状態でやるエクササイズ、そういったエクササイズもですね共通します。腰をしっかり丸めることでドローインができてます。そうなると骨盤周りを安定させて、上半身なり下半身なりっていうのを動かす動きが上手になりますから、そうすると体がブレずに効かしたいところに効くっていう風にできますので、腰を丸める意識をぜひ身につけて毎回意識してやってみてもらえたらと思います。ということで今回肘出しプランク10回でした。頑張った方、勉強だった、よかったらグッドボタンやシェアボタン、コメントもお待ちしております。たまに YouTube の方も投稿とかしてますので、よかったらそちらの方にもですね、ご希望の動画、気になる悩み、そういったことをね、書いてもらえたら、ぜひ返信しますんで、よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。